宮城の通りは、宮城県仙台市宮城野区の仙台駅、東口駅前広場を起点とし、道区の宮城野原公園総合運動場前を、終点とする仙台市道1878号、宮城野通線の愛称。仙台駅東口から東に伸びる東西、メインストリートであり、全長1557.4メートルのほぼ、直線道路、全線にわたって、 地下を JR 東日本潜石線,線が走っている。歩道には東七番町から東の区間に街路樹が整備され、東七番町から東十番町の区間には小さな水路や様々なストリートファニチュアが設けられている。これは都市計画により宮城の通り周辺地区が宮城のモールとして公園のように整備されたことによる。東10番町の東にある 筒子川回帰を過ぎると、宮城野原公園総合運動場まで下り坂になる。これは、北西上がりの逆断層である長町陸断層の断層崖であり、広瀬川の貸し断球である北西側の断層上番速から、中石平野である南東側に向かって下り坂を呈している。東道の東端周辺は、陸上自衛隊、霞目飛行場の制限表面による高さ規制があり、 高層ビルが建てられない。2015年12月6日開業した仙台市地下鉄東西線宮城野通り駅は、この宮城野通りの街路の下ではなく、竜岡2丁目交差点より100メートル南側の東八番町通りの地下にある。東八番町との交差点付近の宮城野通りの様子百七十三年八月に仙台駅東第一都地区画整理事業が、 開始される前に断続的に道はあったものの、ほぼ同事業により新設された道と言える。仙台駅東口といえば、仙石線の仙台駅周辺を指していたが、1978年3月18日に、仙台駅構内に、東西自由通路が開通すると、それと接続する都市計画道路3.29仙台駅、宮城の原線の支店が、仙台駅東口の地位になった。 1982年に、市道1878号は、宮城野通りと名付けられる。1988年2月6日に、宮城野通り周辺地区の都市計画が決定され、宮城野モールとして、公園のように整備が進められた。1990年に全線共用開始され、1991年4月に、仙台駅東第一都地区各整理事業も完了。 1990年代末の IT バブル期には、沿道に IT 関連のベンチャー企業のオフィスが集中し、市が率先して IT アベニューの異名で呼ぶようになる。2000年3月11日には、宮城の通りと並走していた線積線が連続立体交差事業により宮城の通りの地下の仙台トンネルに移設開通した。2002年3月29日にオムニバスタウンの指定を受けた市が、 仙台駅、東口駅前広場の整備を行い2004年7月30日に完成。これで仙台駅東口のメインストリートとしての環境がほぼ整うと夏祭り、仙台すずめ踊りがそれまでの会場だった西公園から宮城の通りに会場を移して開催されるようになった。同2004年秋にプロ野球再編問題が発生し、 東北楽天ゴールデンイーグルスが新規参入して、宮城球場を本拠地とすることになると、同球場へのアクセス道路としても機能するようになる。イーグルスの新規参入当初は、宮城球場が命名権導入により、フルキャストスタジアム宮城と命名されたことから、フルスタイーグルス通りとも呼ばれた。なお、2020年8月現在、宮城球場は、 楽天生命パーク宮城と命名されている。2005年10月、宮城の通りは森の都の風土を育む景観条例制定に基づいて景観形成地区及び広告物、モデル地区に指定された。このため、同条例の指定を受けている定前寺通りと同様、沿道ではビルの建設や広告の掲示などに様々な規制がなされるようになった。2008年春、 仙台駅東第に土地区画整理事業による整備区域となっていた、龍岡公園に南接する旧筒字が丘駅及び、地下構えの線積線の起動時期の跡地整備が終了し、宮城の通りは全区間4車線に拡張された。2009年7月18日、東北楽天ゴールデンイーグルスのチームカラーのクリムゾンレッドに塗られた自転車。 専用通行帯が通り沿いに一部完成し、イーグルロードと命名された。2012年12月2日、東道でロンドンオリンピックパラリンピックのメダリストらが徒歩でパレードし、沿道には4万8000人の観客が集まった。これは、東日本大震災復興支援 JOC、頑張れ。日本。プロジェクトの一環として、東北地方の被災地で実施された。 ロンドンオリンピックパラリンピック応援ありがとう。陰東北のイベントの一つで、東道の竜岡2丁目交差点から道4丁目交差点までの約470メートルを13時30分から15時30分まで車両通行止めにし、14時30分に竜岡2丁目交差点からパレードを出発させ、15時頃に終了した。東7番町との交差点及び、 仙台駅、東口駅前広場、ありがとうございます。